グリーンフィールドはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の西部フランクリン郡に位置する市であり、同郡の郡長所在地である。最初に入植されたのは1686年のことだった。2010年の国勢調査では人口17,456人だった。市内にはグリーンフィールドコミュニティカレッジがあり、パイオニアバレエ交響楽団が本拠にしており、また、 フランクリン軍祭が開催されている。市内メインストリート歴史地区には、連邦様式、ギリシャ復古様式、ビクトリア様式の建築の例がある。グリーンフィールドとなった地域には、ポカムタック族インディアンが最初に入植し住んでいた。インディアンの加工品が地域で見つかっており、紀元前7000年から9000年のものとされている。ポカムタック族は、畑の作物を植え、 土地の川で魚を取ったが、1664年にも、ホーク族によって絶滅させられた。その後支配者がいなくなった、この地域は、西のニューヨーク市まで届くインディアンの主要交易ルートであるも、ホークトレイルの東端であり、1686年にイングランド人によって、ディアフィールドの一部として植民された。1753年、グリーン側から名付けられたグリーンフィールドは、 ディアフィールドとは別の町として法人化された。1795年、サウスハドリー運河が開通し、船はサウスハドリー滝をバイパスしてコネチカット川を経由し、グリーンフィールドまで来られるようになった。グリーンフィールドはディアフィールド川とグリーン川の合流点に位置し、コネチカット川に合流する場所からも遠くないので、交易の中心地として発展した。滝が、 工業のための水力を提供し、繁盛する工場長に成長した。ジョン・ラッセルが1834年にグリーン川ワ,ワークスを設立し、国内初の食卓食器工場に熟練したドイツ人労働者を雇用した。街を通る鉄道数本の中でコネチカット川鉄道が最初のものであり、それまでの運河による交易に変わった。19世紀と20世紀。 タップとネジ切りダイスの生産ではアメリカでも最大級に重要な中心地となりグリーンフィールドタップ大会社があった。1811年にフランクリン軍がハンプシャー軍から分離設立された時にグリーンフィールドが軍庁所在地に指定された。コート広場にある道路標識アメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は22平方マイルであり、 このうち陸地21平方マイル、水域は0.5平方マイルで、水域率は2.08%である。フランクリン郡では中央に位置し、北はコルレーン、レーデン、バーナーズトン各町、東はジル町、南東はモンタギュ町、南はディアフィールド町、西はシェルバーン町に接している。マサチューセッツ州西部の大都市、 スプリングフィールドの北39マイル、シュートボストンの西北西90マイルに位置している。グリーンフィールドはディアフィールド側とグリーン側、さらにコネチカット側が合流する地点にある。グリーン側は北から降り、グリーンフィールドを通って、市の南側市境にあるディアフィールド側に流れる。そこからディアフィールド側がコネチカット側に合流し、モンタ牛町の境界に沿って、 南に流れ、東にタンク間曲がった後にまた南に向かう。この三つの川とさらに四つ目の川であるホール川に、沿った数ブロックが東のジル町との境界になる。メタコメット山地の最北主脈であるポカムタック山地もそばにあり、丘陵に囲まれ、町の中心部は、ニューイングランドの大半の地域と同様、グリーンフィールドは出順大陸性気候であり、 寒く雪の多い冬と暖かく湿気た夏がある。過去最高気温は1926年7月22日と1948年8月26日に記録された下市100度。過去最低気温は1961年1月22日に記録された下市30度である。最も近い一般用途空港はモンタ牛町のターナーズホールズ部にあり。 最も近い国内旅客便がある空港は、コネチカット州ウィンザーロックスにある、ブラッドレー国際空港を利用できる。グリーンフィールド駅グリーンフィールドは2本の鉄道が交差するところにある。一つは、ウースター郡の北部から西にフーサックトンネルを通り、ニューヨーク州オールバニに向かう。もう一本は、南のスプリングフィールドから北のバーモント州に向かう。両線とも、 パンナム鉄道が所有し、運行している。アムトラックのグリーンフィールド駅は、オリーブストリート12にある。グリーンフィールド駅には、セントオルバンズとワシントン DC 間の昼、雪長距離列車バーモンター号が1日1日往復停車する。2014年12月29日に、バーモンター号が経路変更により、当駅に停車するようになった。 ピーターパンバスラインズとグレーハウンドの停留所があり、また、フランクリン地域交通局のバス便のハブになっている。バス路線は、バーナーズトンからノーサンプトンへ、また東のオレンジから、西のチャールモントに走っている。ジョン・ダブリュー・オルバー交通センターが、フランクリン地域交通局のハブ駅であり、ピーターパン、グレーハウンドの都市間バスの停留所になっている。 グリーンフィールドは4つのハイウェイの交差点にある。週刊高速道路91号線は市の西部を南北に走り、3マイルの区間はマサチューセッツ州道2号線に重なる。州道2号線はモホークトレールのコースをたどっており、地上道路としてホール川を越えて、市内に入った後に自動車専用道となり、週刊高速道路91号線と合流する。 週刊高速道路91号線と分かれた後は、再度地上道路となる。週道2号線の自動車専用道の開始点と、週刊高速道路91号線から出口24で分かれる点の間、モホークトレールは、マサチューセッツ週道2号線大体路を通る。この道は、元週道2号線があった道であり、グリーンフィールドの中心部を通る。 町の中心でアメリカ国道5号線と修道10号線が合流した道路と交差する。この道は南のディアフィールド川を越えて北の市内に入ってきており、さらに北で修道2号線の自動車専用道部分とのインターチェンジがある。2000年国勢調査の人口18,168人から2010年には17,456人に4%減少した。 フランクリン郡では唯一人口が1万人を超える自治体であり人口密度でも軍内最大である。マサチューセッツ州では島所部にあるナンタケット町とデュークス郡のエドガータウン町を除けば人口最小の郡町所在地である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。グリーンフィールド市は市の形態の政府を申請し認証されながらその公式名には 町を残すことを望むことで、マサチューセッツ州内14自治体の一つである。2003年に市県省を変更してから、市政委員会と市マネジャーが収めている。2014年時点で、市政委員会は、全州選挙区に選ばれる4人と選挙区から選ばれる9人の委員で構成されている。その他の委員会委員は、指名によるが、教育委員会は、 市市長と前市を選挙区に選挙にばれれるるる6人のの委員でで構成されるのが例外であるグリーンフィールド市役所グリーンフィールドの初代市長となったのはクリスティーヌ・フォージーであり2009年まで務めたがその年に予備選挙で敗れた2代目市長はビル・マーティンであり2009年の予備選挙では書き込み候補者として第2位になり6月の本選挙で当選した マーティンの任期は、市としては、初めての宣誓式で始まり、市のファンファーレ曲、我々の市長に帳名を、もう推奨された。この曲は、大統領の公式家である、ヘイル・ツー・ザ・チーフのスタイルで、この場に合わせて書かれていた。宣誓式でマーティンは、今後7月1日を、就任の日とする声明書を読み上げた。グリーンフィールドでは、市長が、市の委員会委員の大半を指名し、 市政委員会がその指名を承認する。市長は教育委員会で投票できる委員となるが、その議長あるいは副議長になることは禁じられている。さらに市長はその他の委員会で投票しない職権上委員となる。市政委員会は13人の委員で構成され、4人が全市委員、9人が9つの選挙区から、それぞれ1人が選ばれる選挙区委員である。 2014年時点ディーネヒラリー・ホフマンが委員長、カレン・ルノーが副委員長である。グリーンフィールドは独自の警察署と消防署を運営している。2014年時点で救急サービスは地元病院との契約で行われている。マサチューセッツ州警察、ビート・ループの台にバラックがパトロールしてもいる。かなりの大きさの公共事業部を運営し、また地域ゴミ処理システムの本部もある。 グリーンフィールド公共図書館は地域でも大きな図書館の一つであり、地域図書館ネットワークにつながれている。町の水泳センターなど多くの市民公園とレクリエーション地域を運営している。グリーンフィールドは郡庁所在地として多くの州関連の事務所があり、その中には裁判所や北西地区検察デイブサリバンの事務所の一つもある。 フランクリン郡保安官はグリーンフィールドを本拠にし、エルム通りとアレン通りの角にあるフランクリン郡監獄を運営している。市は郵便番号013シリーズの中央郵便局も持っており、フランクリン郡とウースター郡のいくつかの町がその中に入っている。民間のベーステート、フランクリン医療センターがあり、パイオニアバレー北部の大半を対象にしている。グリーンフィールドは、 マサチューセッツ州議会会員でバークシャー軍とフランクリン軍の16市長を含む第2バークシャー選挙区に入っている。2014年時点ではポールマークを送り出している。マサチューセッツ州議会上院ではフランクリン軍東部とハンプシャー軍の多くを含むハンプシャーとフランクリン選挙区にある。2014年時点でスタンリー・シー・ローゼンバーグを送り出している。アメリカ合衆国議会,会員では マサチューセッツ州第2選挙区に属し、第113議会にはジェームズ・マクガバンを送り出している2014年時点で、マサチューセッツ州、選出アメリカ合衆国上院議員はエリザベス・ウォーレンとエドワード・マーキーである。グリーンフィールドは、特自の公共教育学区を運営しており、市内1700人の児童生徒を受け入れている。修学前の児童には、ノース・パリッシュで、 初期学習アカデミーを運営している。小学校3校、中学校1校、高校1校がある。グリーンフィールドはポエットシート学校を運営している。これは特殊需要のある大体的中高校である。2009年7月9日、グリーンフィールド地元の教育委員会がマサチューセッツ仮想アカデミー、まバグリーンフィールドの創設を承認した。これは 州内で唯一幼稚園から12年生までを対象にしたこの種の遠隔学習学校になっている。そのプログラムは従来の公立学校の生徒にも拡張されたコースを提供することが期待されている。市内にはホーリバーズチャーター公立学校もあり、7年生から12年生を教えている。グリーンフィールドで最古の私立学校はストーンギーバーナム学校であり、 女子の7年生から12年生を教える寄宿学校である。グリーンフィールドセンター学校は教育に倫理的アプローチを行う8年生までの学校である。2014年時点で市内に宗教系の学校はない。コーナーストーンクリスチャン学校は2013年に閉鎖され、ホリートリニテ学校も2011年に閉鎖された。市内には グリーンフィールドコミュニティカレッジがあり、パイオニアバレー北部を対象に上級の学習機会を求める高校生にコースを提供している。最も近い州立大学はマサチューセッツ大学アマースとこである。ファイブカレッジやセブンシスターズと呼ばれる名門7。グリーンフィールドでは5つの FM ラジオ局、1つの FM 送信等、2つの AM ラジオ局。 一つのケーブルテレビ局、一つの日刊誌、ザ・レコーダーがある。リービット・ハベーテー、グリーンフィールド公共図書館、1910年頃、ポエッツシートタワー、1915年頃、ありがとうございます。